400年の伝統を誇る越中福岡の菅笠。江戸時代後期には笠問屋が軒を連ね、生活の基盤となる産業でした。この通りに菅笠問屋が62軒あったの。福岡、今は3軒しかない。菅笠の全国シェアの9割を占める福岡地域ですが、人々の生活スタイルの変化に伴い、菅笠を求める人は減っています。2018年度には5000万円あった菅笠・菅製品の販売額は、2020年度には新型コロナの影響もあり、およそ半分になりました。さらに深刻な問題が、菅笠作りの担い手不足です。これが菅です。笠菅というんです。これからだんだんもっと身の丈ぐらいになりますから、それで刈ると。昔は湿地が広がっていた福岡地域では良質なスゲが収穫できました。半年以上かけて大きくなったスゲは真夏に刈り取り、天日干しすることでスゲ傘の材料になります。これほら3本で大きいでしょうがね。これ3本だけ大きいや。スダフェンだけ立ててあと全部いらんから取るが。細いスゲに栄養を取られ、生育を妨げられないようにする芽かき。広い田んぼで高齢の生産者が手作業で行っているのが現状です。今2回目ながね。だからその年によって3回入らんな時も4回入らんな時も、こんなことする人おらんですわいね。稲の3倍の手間がかかる。で、肥料も稲の3倍だと言われてる。手間暇かかるから、なかなか今ではやり手がいないと。需要が少なく手間もかかる。さらに高齢化による担い手不足。そんな菅笠の置かれた状況を何とか打破したいと考えられたのが、常識を覆したカラフルな菅笠。帽子です。これ今ゴムでジョイントつけてるんですけど、改良中です。色や形を現代風にアレンジ。狙いは普段使いもできる帽子です。今までのって本当にお祭りとかの行事に使うか農作業に使うかのどっちでしたから、すごい変わったなとは思いますけどね。菅笠自体若い人、ね、ご存じないので、布の帽子かぶられるよりも雨にも強いしいいんですけどね。乾燥した菅は水をはじく性質があります。その特徴を生かし、雨や雪から頭を守る傘として使われていました。しかしその特徴は菅を染める妨げになり、色をつける技術を確立するのに2年を費やしました。で、素材を変える。そしたら次は形を変える。で、利用のされ方を変えていくと。それで現在に合わせられないか。古い伝統的な菅笠は技術的にちゃんとできる。それを守りながらでも楽しめるように、受け入れてもらえるように変わっていこうと。4月に発売したおしゃれ菅笠や帽子、若い世代の購買にもつながっていて、まずまずのスタートを切ったといいます。産業として自立し、持続可能な伝統文化を築けるか、注目です。